ということで皆様どうも一色です。本日なんですけれども、僕が考えた最強のわら団飼育環境のセッティング方法について、紹介したいと思います。というのも、このチャンネルではいろんなこうわら団の、飼育のこう情報をですね、発信していきたいんですけれども、基本的にどんな種類でもベースの床材のセッティング方法って大体一緒になることが多いんですね。なので、特に初めてわら団を飼育される方とか、いろんな飼育環境を試し中の方に向けて、とりあえずこれだけやっておけば十分ですよといった、実際に僕がセッティングしている方法をですね、いつもよりもより細かくですね、お伝えしようかなと思います。育てやすい、入門種になるようなものだとここまでする必要はないかもしれないんですけれども、どのわら団を飼育するときも、ベースはこうやって考えればいいよというふうにですね、なるべく分かりやすくお話ししますので、ぜひご覧ください。ここからは大きく2部に分けて動画を進行しようと思います。まず前半でセッティングに使用する、アイテムと、その役割とか、なんで必要なのかっていったところをですね、一通りお話しさせていただいた後に、後半で、実際にこうセッティングする様子をですね、見ていただこうと思います。後半の実践部分だけでもセッティング方法が分かるようにお話しするので、セッティングに関して、より深く知りたいといった方であれば、ちょっと前半もお聞きいただいて、とにかくどうやればいいか知りたいという方であれば、この後の部分はスキップして、後半の実践部分だけご視聴いただければと思います。そしたら、まずセッティングに使うアイテムをですね、全部紹介させていただきます。こちらです。それぞれのアイテムにランク付けがあって、必ず必要なものあったら結構いいよっていうもの、さらにこだわりたい方だったら必要だよねっていうような感じで区分をつけさせていただいているので、ご参考までに。はい、ではまずですね、腐葉土です。腐葉土飼育といったら、わら団の基本になると思うんですけれども、役割としては、まず一つは、わら団にとっての住処という意味合いですよね。で、その上で腐葉土っていうのは、基本的にどの種類のわら団に関しても好んで食べる傾向があります。もともと枯葉とかを食べる生き物なので、腐葉土はどんな、ダンゴムシでもわらじ虫でも、よく食べますよということですね。なるべくその野生に近いというか、自然に近い環境で飼育するのに、結構便利だったりします。なので、極論腐葉土さえ用意していれば、他に餌を与えなくても育つ種類は結構育ちます。初心者の方だったら、ひとまず腐葉土だけ買って床に敷いておけば OK みたいなところはあるんですけれども、一応デメリットっていうのもあります。で、それの一番大きいところっていうのが、コバエダニがすごく発生しやすいというところです。特にですね、コバエはその腐葉土に繁殖しやすい傾向があるので、一度湧いてしまうとですね、全部取り除くのが、めちゃくちゃ大変。基本的にもうそう全部入れ替えるしかなくなってしまう。で、ダニに関しても基本的に大量発生したら、環境が悪化してわら団の調子が崩れてしまうことが、かなりあるので、ダニが大量発生した時にもケースをリセットしなければいけないっていうところがあります。これが腐葉土を飼育する場合の一番のデメリットです。続きまして、ココピート、別名パームマットとも言いますね。こちらはヤシの木をこう砕いて、粉末状にして床材として使用するものなんですけれども、これはもう床材としての機能のみになりますので、わら団たちの餌にはなりません。ココピートのみで飼育するとなった場合には、絶対に餌が必要になってくるっていうわけですね。先ほどの腐葉土と違って何がいいかっていうと、わら団たちの餌にもならないってことは、コバエやダニにとっての餌にもならない素材なんですね。なので、腐葉土に比べてまずコバエが発生しないですし、ダニの発生も抑えられます。実際僕がココピートのみで飼育していた時は、コバエが発生したことは一回もありませんでした。なので、コバエに悩んでいる方であれば、ココピートを使うことを非常にお勧めします。それに加えて、ヤシの木のですね、繊維っていうのは結構通気性とか排水性っていうのかな、その水はけもいいんですよね。なので、床材に使用することで、土がこうべちょべちょになったりとか、土の中の空気が、なくなることによって、微生物が、減ってしまって床材が劣化するとか、そういったことが抑えられるようになるっていう、メリットもあります。
まあ、より衛生的に飼育したい場合にはかなりココピートっていうのは便利だったりします。まあ、以上のですね理由がありまして、基本的にはココピートと腐葉土を混ぜて床材のベースを整えるっていう感じですね。次にカキ殻有機石灰とサンゴ砂の役割についてです。まずサンゴ砂ですね、こちらは床材がこう劣化して、土がこう酸性に傾くのを防ぐ効果があります。サンゴ砂自体がアルカリ性になっているので、周りが酸性になってくるとそのサンゴ砂がこう溶け出してきて、中性に戻してくれると。で加えてサンゴ砂自体は、非常にですね中にですね隙間を持った構造になっている、まあ、穴ぼこだらけの構造になっていまして、土に混ぜることでその土の中に空気が混ざることになるんですね。で農業とかでも、まあ、ふかふかの土がいいみたいなことをよく言うんですけれども、まあ、わらなし肉でもそうで、土の中にやっぱりその空気が入っていれば入っているほど、まあ、その中に住む微生物たちにとって活動しやすい環境になるので、土がこう劣化しにくいっていうようなメリットがあります、はい。次にカキ殻有機石灰なんですが、これは先ほどのサンゴ砂同様酸性に傾く土をこう中性に戻す、ね、そういった役割もあるんですけれども、有機石灰自体がワラダンたちの餌になるんですね。というのもワラジムシやダンゴムシの甲殻類っていうのは生きている限り脱皮し続けます。脱皮にはカルシウムが必要になるので、カルシウム不足の状態で脱皮をすると、脱皮不全になってしまうことがあります。脱皮不全になったダンゴムシやワラジムシは基本的には、助けるのは不可能です。もうほぼほぼ確実に死んでしまったりとか、子孫を残すことは厳しかったりします。そのぐらい脱皮不全は、気をつけなければならないことなので、とにかくですねワラダンたちのカルシウム不足にならないようにケアする必要があるんです。でもちろん別途ですね餌としてそういうカルシウムパウダーとか与えたりはするんですけれども、やっぱりその土の中にもですねカルシウムを混ぜておくことで、例えば腐葉土と一緒にカルシウムを摂取するとか、餌をあげてるんですけれども、なかなかこうその餌にありつけなかった子たちも、そういったその床材に混ざっているカルシウム分を取って脱皮できるような、まあ、そういった意味がありますので、ワラダンたちの脱皮不全を防ぐためにですね有機石灰も土に混ぜるっていう感じです。これらを混ぜて使うことで、基本的な床材の準備は終わりです。この上に、いろんなものをこうどん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 設置していくんですけれども、まずですね一番重要なのが水苔ですね、はい。これもまたですねワラダンたちのこう繊細な部分なんですけれども、とにかくワラダン飼育において気をつけたいことっていうのがカルシウムと、湿度管理なんですね。というのもその我々人間とかと違って、まあ、ワラダンたちはその呼吸の方法が違うと、水分がないと呼吸はできないけれども、水が多すぎてもそれはそれで呼吸ができなかったりすると、結構難しい生き物なんですね。とにかくその個体個体に合った、湿度がケースの中に存在しないと一気にバタバタ死んでしまう可能性とかもあったりします。そのために常にこうケース内は、一定にこう湿度を保つ部分を用意して、そこからこう距離を置くことでその湿度に勾配をつける、でそれぞれに居心地がいい環境で過ごしてもらうっていうことができればですね、飼育としてはベストになります。そのために水苔を使います。水苔は吸水性が高いので、湿らせた水苔をケース内に置いておくことで、その水苔の周りは常にある程度湿った状態になって、その湿度によって、ケース全体がこう乾燥しすぎないようになると。なので、まあ、一定の湿度を保つためにも水苔っていうのはいいと。あとですねワラダンたちは隙間が好きなので、水苔の中にですね、挟まって過ごしているとか、まあ、そういったこともあったりするので隠れができない意味合いもあります。ただ経験上ですね水苔あんまり置いておくとその水苔の中で挟まって死んでいる、個体とかもよく見たりはするので、まあ、これもですね本当にややこしい話なんですけれども、多く入れすぎたりとか、なんかあまりにも湿らしすぎると、まあ、良くなかったりするので、まあ、とにかくですね、難しい生き物なんですね、はい。続きましてハスクチップです。これは、まあ、正直なくても全然育てられるんですけれども、最近僕は用意するようにしています。というのもハスクチップを置くとそのハスクチップの隙間にですねワラダンたちがこう群れている、
姿をよく見かけるので、多分好きなんだろうなって思ってまず入れてるっていうのが一つの理由です。プラスハスクジップ自体も結構吸水性がありますので、水苔同様にですね、一定の湿度を保つ役割もある。なおかつ水苔と違って、隙間が結構広かったりするので、隠れ家としての機能はハスクジップの方が結構高かったりするのかななんて思って、水苔とハスクチップ、もちろんですね、吸水性とか撥水性とか維持する湿度に関しては、両者に違いがあると思いますので、2つ用意することでよりこう段々にこう湿度勾配をつけることができるかなという意味合いで、一緒に置いています。次に木炭ですね。この木炭っていうのは、1つは隠れ家と、でもう1つはこれも湿度管理の役割があります。サンゴ砂に似たような感じなんですけど、もう木炭自体も結構こう穴を持つですね、構造になっていて、汚れとかをこう吸収してくれる役割とかがあるんですね。お米の中に唐辛子とか木炭をこう入れて虫除けになったり腐ったりをこう防ぐってあると思うんですけれども、それと同じような感じで、土内のですね、高すぎる湿度をですね、その木炭の周りで調整してくれる役割とかがあったりするので、併用して使うと結構いいですよってことで僕は入れて、これもですね、結局その受けがいいから入れてるっていうのがあって、木炭を入れるとちゃんとね、木炭の裏とか木炭にね、藁なんたちがよくくっついてるんですよ。ってことはなんかよくわかんないけど、少なくとも、木炭っていうのの周りは過ごしやすいエリアになっているっていうのは間違いないので入れてるっていう感じですね。次に樹皮です。樹皮については本当にただの隠れ家としての役割、大きな意味合いとしては繁殖を促すために必要かなと思います。基本的にですね、わらなだちっていうのは何かのこう裏とか、物陰にですね集まる習性があるので、こういった一つ大きな隠れ家を置くと、その隠れ家にですね、わらだんたちがこう群れますと、密集します。で、密集すると何が起きるかっていうと、オスとメスがいれば、繁殖行動に移るというわけですよね。最低な言い方をすると槍部屋になるってことですね。最低すぎるか、出会いの場になると、出会いの場になるので、樹皮は入れるといいですよっていう感じです。最後に、広葉樹の落ち葉なんかを入れたりするんですけれども、実はこれ体の情報収集の際によくですね、海外のその飼育者の、セッティング方法とか、どういう風に飼育しているかっていうのをこう YouTube で調べてみたりすることがあるんですけれども、結構海外のですね、わらだの飼育してる方ってめちゃくちゃこうケースの中に、落ち葉を入れてる方が多いので、それを真似してるっていうだけですね。はい、なんでこれもなくてもいいかなと思ってるんですけども、今ちょっと入れてるって感じです。隠れ家にもなるし、落ち葉はですね、わらだんたちにとっての好物でもあるので、入れておいて損はないかなというふうに思います。ということで長くなってしまったんですけれども、以上でですね、今回使用する、アイテムについての説明は終わりになります。これを踏まえて、実践編ですね、実際に僕がセッティングする様子をですねお見せいたしますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。実はこの動画自体後撮りで、セッティング自体はもうすでに済ましてるんですけれども、完成形はちょっとあれか見づらいけど、こんな感じですね。はい、後で見れるからいいな。後で見れるからいいか。はい、ということで、はい、どうぞ。それでは早速セッティングをしていきます。今回使用するのはダイソーのクリアケースです。高さや底の広さがちょうどいいというところと、蓋が基本的についているので、乾燥しづらいっていうメリットがあります。そのまま使うと少しですね、通気性が悪いので、こんな感じでですね、ハンダゴテで、穴を結構多めに開けております。もともと側面に穴を開けるようにしていたんですけれども、いろんなですね、わらだん飼育者の方の飼育ケースを見てみると、蓋の上部にですね、穴を開けている方も多かったりするので、それを真似して、こんな感じで、開けてみました。そうしたら、腐葉土とココピートを、だいたい3対2の割合で混ぜて入れていきます。私が使用している腐葉土は、こちらのですね、ちょっと見づらいんですが、南信州産落ち葉 100% 使用、天然熟成腐葉土を使っていますね。
コスパがいいのとですね、まあ単純に口コミも良かったりして、まあかなり使用感も問題ないものとなっているのでおすすめです。そしたらですね、腐葉土はこんな感じで入れました。外部からですね、コバエが侵入してしまう可能性も全然ありますので、しっかりとですね、使用した腐葉土はこうなるべくコバエが入らないようにですね、ガムテープで軽く留めたりして、管理してください。次にですね、こちらの、5フィートを入れていきます。そしたらここに、カキ殻有機石灰とサンゴ砂を混ぜていこうと思います。配分としては、今用意しているこの土に対して、だいたい1割弱ぐらい入れればいいかなと思います。床材を入れ終わったら、ここに水を注いでいきます。気持ち少なめに入れた後に、混ぜてみて、軽く握って団子状になる程度まで、水を含ませます。今こんな感じで、固まれば OK ですね。水分に関しては、多すぎるよりかは、少なめに入れた方が、事故は防ぎやすいので、まあちょうどいい、もしくは、まあちょっとだけ少ないぐらいで調整してあげればいいかなと思います。わら団は意外と湿度を上げすぎて死なせてしまうパターンというのが特に初心者の方だと多かったりするので、気持ち少なめに入れて毎日給水してあげる、そういう意味で初期のセッティングでは水を多く入れすぎないことに注意してください。軽く床材を整地してこんな感じになりました。よく見ると左側から右側にかけてなだらかな傾斜になっているんですけれども、こういう風に床材に傾斜をつけると湿度勾配ができて乾燥するところと湿った部分が生まれますので、わら団たちが自分が快適に過ごせる場所を見つけることができます。そしたら設置物ですね、まずはこちら水苔ですね。こんな感じでケージの隅に入れてあげて、で、こいつを後から締めます。次に、パームマットを、こんな感じで入れてあげます。ハスクチップはお好みでもいいんですけれども、基本的には水苔は必ず、どの飼育ケースにも入れてあげるといいかなと思います。次に木炭を入れていきます。まあ、こんな感じで適当に入れれば OK です。そして、樹皮を入れます。最後に、適当に、広葉樹の葉っぱなどを入れてあげても OK です。軽く水苔を湿らせていきます。これで、一式チャンネル最新版のわら団飼育環境、最強バージョンの完成です。やはり、なるべくいろんなものを入れてあげる方が、わら団たちにとっての居住スペースが増えるので、ストレスがかかりにくくなると。そうしたら、最後に生態を入れていきたいんですけれども、元々の飼育ケースがちょっとでかいのを使っていたんで、そこに入れていたね、卵パックにね、ちょっと今こういう風についちゃっているので、ちょっと一回このまま入れようか。これ後で出すんですけど、なんかこう、引き離すのもね、かわいそうというか、なんかこう傷ついちゃったら嫌なんで、ちょっと一回置いときましょうか。はい、ということで引っ越し完了しました。こんな感じですね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。少しでも飼育のお役に立ちましたら幸いです。また、動画に関して、ご質問やアドバイス等あればお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。これからもわら団の魅力をお伝えできるよう動画を更新していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS も利用しておりますので、そちらのフォローも良ければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。